近頃マイホームの間取りに取り入れる方が増えている外遊動線、家の中をぐるっと一回りできるこの動線がある間取りにするとたくさんのメリットが生まれると聞いて気になっている方もいるかもしれません。しかし単に家の中を回れるように作るだけでは思ったより使いやすくならなかったと後悔する声を耳にすることもあります。そこで今回は外遊動線を作るときに注意したい3つのポイントを、失敗しがちな事例とともに分かりやすくお伝えします。このチャンネルはヤマダホールディングスグループのハウスメーカーヤマダホームズが注文住宅を検討している方に役立つ情報を発信しております。設立70年で築いた実績と年間2000棟を建てているノウハウで、初心者にも分かりやすく失敗しないための理想の住まい作りを解説します。注目の集まる外遊動線とは、部屋や廊下を移動するときに行き止まりにならずぐるっと一回りできる動線のことです。この外遊動線がある間取りにするとほとんど立ち止まらず移動できたり、最短距離で目的の場所まで行けたりするようになるんですよ。そのため家事を効率よくこなしたい、無駄な移動をなくして時間短縮をしたいという方に特におすすめの間取りの考え方になっています。この外遊動線が間取りにあると次の4つのメリットがある住まいになります。外遊動線のメリットの1つ目は家事の効率が良くなることです。これは外遊動線に沿って家事を行う部屋を配置することで次々と家事をこなせるようになるためです。例えばキッチンで料理をして、そのままランドリールームに移動して洗濯機を操作し、その先のホールへ出て掃除を始めるといったことができるようになります。他にも移動しながらどんどん掃除機をかけられるなど、回遊動線は家事の効率アップに大変効果的です。回遊動線のある間取りなら家事をしても疲れにくく、年をとっても楽に過ごせる住まいになるでしょう。回遊動線のメリットの2つ目は時間短縮、いわゆる時短ができることです。これは回遊動線になっていると家の中の移動距離が短くなり、短時間で多くのことがこなせるためです。例えばダイニングから洗面台、ファミリークローゼット、玄関ホールへとつながった回遊動線を作ったとしましょう。すると朝の出勤では朝食を食べたらすぐに洗面台で身だしなみを整え、そのまま隣のファミリークローゼットで着替えて出かけられるので準備の時間がかなり短縮できます。逆に帰宅した時はファミリークローゼットから洗面台、そのまま LDK へと回遊できるため、家に帰ったらそのまま上着やカバンをしまって洗面台で手洗いうがいをしてすぐにリビングでくつろげます。もし回遊動線でなければ洗面台でうがいをしたらホールまで戻り、今度は着替えをしに2階へ上がってと家の中を行ったり来たりすることになり、時間がどんどん過ぎてしまいます。間取りに回遊動線を取り入れると朝はゆっくり準備ができたり、帰宅後のリラックスタイムが増えたりと、ゆとりある生活ができるのではないでしょうか。回遊動線のメリットの3つ目は家族の動きがぶつからないことです。これは回遊動線の間取りだと人が2つの方向に移動できるようになるため、行き止まりのある間取りのように戻ってくる人とぶつかるということが減るためです。例えば回遊動線に沿って洗面室を作れば出入り口が2つできるので、入る人と出る人がぶつかることが少なくなります。もし回遊動線ではなく出入り口が1つしかない場合、忙しい朝にしょっちゅう道を譲り合っていれば、せっかく一戸建てにしたのになんだか狭苦しいと感じてしまうかもしれません。回遊動線のある間取りの住まいにすればゆとりを持って家の中を移動できるようになるでしょう。回遊動線のメリットの4つ目は家を広く感じやすいことです。回遊動線になっていると行き止まりがなく視線が遠くまで抜けるようになるので、圧迫感が減って家の中を広く感じるようになります。さらに先ほどの家族の動きがぶつからないというメリットによって、家の中を移動するときにゆとりを感じるおかげもあるでしょう。せっかくの一生の住まい、できるだけのびのびと生活できる家にしたいという方もぜひ回遊動線を取り入れてみてください。メリットの大きい回遊動線ですが、しっかり計画せずに作ると思わぬ失敗で後悔をしてしまう可能性があります。ここからは具体的にどんな失敗が起きやすいかと、その解決方法をお伝えします。回遊動線を取り入れると周りの部屋が狭くなってしまうことがあります。これは廊下で家の中を一周する回遊動線を作り、その廊下から出入りするようにランドリールームや洗面室、ファミリークローゼットを配置すると起きてしまう失敗です。ランドリールームなどの部屋に加え廊下の面積も増えるため、敷地の広さや予算の関係で家の面積が増やせない場合は
部屋を狭くするしかありません。この失敗はできるだけ廊下を作らず、部屋同士をつないで回遊動線を作るようにすると解決できます。さらに間取りを考える際は、どんな目的で回遊動線にしたいかを明確にすることも大切です。例えば、家に帰ったらすぐにリビングでくつろぎたいという目的があるとします。その場合は玄関、洗面室、ファミリークローゼット、リビングと部屋をつないで回遊動線を作れば、余計な廊下を作らずに目的を達成できます。あるいは朝の忙しい出勤前に料理や洗濯、身だしなみを整えるのをテキパキできるようにしたいなら、キッチン、ランドリールーム、洗面室とつなげた回遊動線にすれば良いわけです。目的をはっきりさせ、部屋でつながった回遊動線にすれば、廊下が増えて部屋が狭くなってしまったという失敗を防ぐことができるでしょう。回遊動線にすると収納に使うスペースが減ってしまったり、位置が遠くなったりしてしまうことがあります。これは回遊できるように一部屋に2つの出入り口を作ることが多いためです。例えばランドリールームに出入り口を2つ作れば、その分だけ収納は作れなくなってしまいます。この失敗を防ぐには、できるだけ隙間や壁面、設備の上といったスペースを有効活用して収納をたくさん作るようにしましょう。例えばランドリールームなら、洗濯機の上や洗濯物を干す場所の下に棚や引き出しを、壁面を使ってニッチ収納を作るようにします。注文住宅ならこうした細かな収納を造作で作ってもらえるため、回遊動線を確保しながら収納を増やすことができるんですよ。造作とはスペースや使い方に合わせて注文をしてゼロから作ってもらう設備のことです。もちろんランドリールームだけでなく、キッチンや洗面台周りといったできるだけ収納を増やしたい場所に作るのもおすすめですね。スペースを有効活用して収納もたっぷりな回遊動線のある住まいを作りましょう。回遊動線にするとランドリールームや洗面台がお客さんが来た時に見える配置になってしまうことがあります。これは回遊動線を作ることに夢中になってしまい、どう見えるかをチェックし忘れてしまうために起きます。もちろん扉をつければ良いのですが、うっかり閉め忘れたり、お子さんが開けてしまったりして、干してある洗濯物や散らかっている様子が見えてしまう可能性があります。この失敗を防ぐには、お客さんを通すことが多い玄関土間部分とリビングから、洗面室や脱衣室、ランドリールームがどう見えるかチェックしながら間取りを考えるようにします。もし中が見えてしまいそうなら、出入り口の向きを変えたり、お客さんのいる場所との間に壁を設けたりして対策を行いましょう。ただこうした対策は住む人の移動がしにくくなり、回遊動線のメリットが減ってしまう恐れもあります。そのため回遊動線にしながら部屋の中が見えない間取りにするには、じっくりと時間をかけて住宅会社と打ち合わせをすることがとても大切です。ここまでご覧いただいた方はお気づきかもしれませんが、使いやすく無駄のない回遊動線にするには、さまざまな点に注意を向けながら設計しなければなりません。そのため打ち合わせの時間がたくさんあった方が、より良い回遊動線を作りやすくなります。もし打ち合わせの時間があまりなく、駆け足で間取りを決めてしまうと、お伝えしたような失敗をして、やっぱり回遊動線にしなければよかったと後悔してしまう恐れがあります。理想的な回遊動線を作るなら、できるだけ早めに住宅会社に相談して、じっくり打ち合わせをするようにしましょう。今回は家の中をぐるっと回れる回遊動線のメリットとして、家事の効率が良くなる、時間短縮ができる、家族の動きがぶつからない、家を広く感じやすいという4つをお伝えしました。さらに後悔しがちな失敗例とその対策として、目的を考え部屋をつなげる、スペースを有効活用して収納を作る、部屋の見え方に注意するの3つを解説しました。回遊動線は家の中の移動に無駄がなくなり、これから建てるマイホームをさらに使いやすく機能的にしてくれます。しかし単にぐるっと回れるように作れば良いわけではなく、ご紹介したポイントを抑えながら作ることで、そのメリットが何倍にもなります。ぜひ回遊動線を考える時の参考にしていただき、より快適な住まい作りにお役立てください。最後までご覧いただきありがとうございます。全国にあるヤマダホームズの展示場の中には、実際に回遊動線を体感していただける間取りになっているところもございます。またその他の展示場でも回遊動線を取り入れたプランをご覧いただけるよう準備しておりますので、概要欄のリンクからお近くの展示場を探していただき、ぜひ足をお運びください。